大麻神社だったかな、第1回目なんですけど、もういきなり名前忘れましたけど、たどり着きました。サポーターがいましてね、今回は第1回目からすごいラッキーなんですけど、車で送っていただきました。まず最初にですね、参拝しないといけないと思っているのが、西宮神社というところでして、これが天照様を祀っていらっしゃいます。もうね、これ鳥居をくぐるとね、一気に変わるんですよ。すごい、ご神器というのか、すごい場所です。こうもうちょっとフラフラッと来てますけど、はい、ではこれ第1回目ということで、天照様からお指名をいただいた使命に対して88箇所回るということで、今回第1回をに来ましたので、こちらでご挨拶させていただきます。すがすがしい感じですね。参道のところにですね、ど真ん中というんですかね、すごい形のご神木があります。なんか来ました。ちょっと太陽が神々しいです。今拝殿本殿の後ろ側に来てですね、こちらが東洋受け者ということで、東洋受けの狼様が祀られています。伊勢神宮の、下宮にいらっしゃる神様ですね。今ちょうど祈祷がありましてね、はい、こちらが、私を導いてくれております、ちょっと見えないですね、大山堤の神様が祀られております。中にはですね、庭園のようにありまして、これちょうど、本殿の裏側になるんですけど、いろいろありますね。メガネ橋というのがあって、森の中というか気持ちいいです。あ、これがメガネ橋なんでしょうね、多分。途中からなんか青い色。なんか気持ちがいいですね。
メガネ橋、四国の道って書いてある。四国にいるんですね、今。あれながら、今、あっと音してますけど。四国への道という書いてますが、この道、ちょっと写真、こう動画でね、案内するのどうなのかわかんないですけど、気持ちのいいとこです。ここの神社、すごい神気がいいですよ。本当に素晴らしいです。とても気持ちのいい場所ですね、はい、では第1回目の、場の調整ということで本殿の裏側にやってきました。ここは結構本殿裏側はきっちりと祀られてますね。ちょっとこの場所に設置すると皆さんの邪魔になるので少し離れた場所で行いたいと思います。では今、本殿の裏側におります。
Thank you.